皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。こんな DM をいただきました。適便がうまくできない、排便管理がうまくできないという同じ、脊髄損傷の方から DM をいただいたんですが、やっぱり排便の悩みって結構すごく皆さん多くて、まず一つ自律神経、その脊髄を怪我して自律神経がちょっとこうおかしくなるというか変わると、どうしてもうんちの管理っていうのが難しくなったりすることもあります。なので今回はこれが全てっていうわけではないんですが、私が普段やっている適便の方法と、あとどううんちを管理しているのかっていうのをお話ししていこうかなというふうに思います。で、どんな風にやったらいいかなっていうことで、こちら買いました。じゃじゃーん。これは多分出しても大丈夫だと思うんだけど、おりゃはい、こちらじゃん。これはですね、お尻、これお尻だからお尻をこうちょうど輪切りにしたものですね。はい、ここが尿道口になって、ここが膀胱になって、こっちがお尻の穴になって、ここが大腸の最後の出口っていう感じになるので、これを使ってうまく適便の方法っていうのをお知らせできるんじゃないかなと思うので、やってみたいと思います。じゃあまず私の方法としては、以前動画でもお話ししたんですが、毎朝私のうんちはですね、毎朝出します。で、場合によっては夜も出しますね。お昼にたくさんご飯を食べたとか、夜ご飯、飲み会とか行ってめちゃくちゃ食べたっていう時は帰ってきて寝る前出したりっていうのをすると、そんな感じでこうもうすでに降りてきてる、こう指をここに入れると、ここら辺までうんちが降りてきたり、またはこの大腸の出口くらいまで、降りてきたりすることがあるので、それを適便して出すっていうのを基本的には毎日行ってます。なので毎日私はうんちを出すタイプだし、こういったレシカルボンっていう座薬ですね。これを入れて30分くらい待つと、これを入れることによって腸の動きが良くなって、うんちが出やすくなるっていうのがあるんですが、私はこれを基本的には使いません。やり方としては、こうやって、私この色のゴム手袋派なんですけど、ニトリストのこの手袋をやって、ワセリンをこうぬりぬりって中指でぬりぬりつけたとしたら、こうか、中指でここに入れます。で、ここら辺までもう落ちてきてるよっていう時は、時計回りに回すんですよね。こうか、どうなったらこうか、こうだったらこう時計回りでこういう風に回してあげる。そうするとだんだんここら辺の中が緩んで広がってくるので、うんちがこう降りてきやすくなるっていう感じですね。で、ここをほじる、あんまり多分ここほじるのも良くないのかもしれないんですけど、この大腸の出口をこうちょっと頑張って触ってあげると、うんちさんが一生懸命「あ、出る時間なんだな」って言ってこう流れてきたりしますね。なのでこうやってほじるんじゃなくて、こう回してあげる。私は結構この中指の後ろ側にうんちを反らせながらこう誘導してお外まで出すっていう感じですね。はい、うまく伝わるかな。こう入れて、ここをちょいちょいちょいって、入り口ここをちょいちょいちょいって触れて、うんちさん来たなって思ったら、ちょっとずつちょっとずつお尻の穴を広げて出すっていうのをやってます。はい、ただ他の人たちはさっき言ったように、こういうレシカルとかいろんな下剤とかを飲んで、1週間に何回かうんちの日を作って、その日に全部出すっていう方もいたりしますね。で、どうして便秘になるかっていう、運動不足、お腹周りの筋肉が、車椅子になるとどんどん弱まって、筋肉がなくなって、腸の活動とか大腸の活動も弱くなってっていうのが一つあると私は思ってます。なのでやっぱ腹筋運動とか、お腹周りを麻痺してるけど、それでもこう動かしてあげるっていうその運動は絶対大事だし、便秘だしでも普段何もしてないなって思う方は是非その運動をね、行ってみてほしいなって思います。であとは時間管理っていう部分なんですが、ちゃんと生活リズムを整えることが大切だと思います。前はですね、私うんちの時間が前朝起きるのが9時くらいだったので、9時で朝起きてご飯食べて9時半くらいから30分から1時間なので10時半くらいまで、遅くとも11時くらいまでうんちを出すっていうサイクルだったんですよね。なのでその時間になっていると、朝ごはん食べたあと30分後くらいになるとやっぱこう腸が動くのでうんちが降りてきてるっていう状態でした。ただ朝今は7時くらいに起きてるんですけど、そうすると10時でうんちちゃんは、僕は10時で出る構えだったのに、君はもう7時で起きちゃったら僕どうすんのっていう状態になってたんです、一番初めは。でもそれを、いや君はこれから8時に出なきゃいけないんだよ、うんちちゃんはちゃんと8時に出るように体が作ってくださいねっていう風にこう調整していくんですよね。なのでその生活リズムを整える、自分のうんちする時間を必ず毎日決める。同じ時間に起きて、同じ時間に大体同じ時間にご飯を食べて、で、うんちの流れをちゃんと作るっていうことが私は大切だと思います。あとやっぱ腸の動きを良くするために、私は絶対朝白湯を飲んだり、お茶を飲んだり、温かいものを必ず飲みます。水であったりでもいいんですけど、そういうちゃんとした朝ごはんを食べるとかっていうのも大切なんじゃないかなって思います。なかなかこう生活リズムを整えるっていうのはお仕事してる方だったらいいかもしれないんですけど、お仕事してなくて結構時間に余裕があるよっていう方だと生活リズムが結構バラバラになってしまったりするんですよね。そうすると別にそれは障害あるなし関係なく、やっぱり便秘になりがちです。なのでちゃんと生活リズムを整えてあげるっていうことが、一つの方法なんじゃないかなと思っています。なので、どうしてもこう座薬とかそういうお薬とかに頼っていると、どんどん体がそれに慣れちゃうので、もっと出にくい体になってしまいます。だからこそ薬とかに頼るんじゃなくて、自分の生活リズムとか自分のその体の動きでうんちがちゃんと出るようにしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。本当にどうしてもこう自律神経の問題で出ないっていう場合はあるんですが、でもそれもわからないんですよね。自律神経がとか言うんですけど、私も自律神経がちょっとおかしくなってるから結局汗が出ないとかそういうのがあると思うんですけど、だから諦めるじゃなくて、まずいろんなことを試してみる。便秘の原因ってなんだろうな、生活リズムおかしくなってないかな、食物繊維ちゃんと摂ってるかなとか、そういう思いがある方は是非今私が言った方法を試してみてください。ということで、今回うんちちゃんの説明をさせていただきました。で、次回これの次の配信になるかわからないんですけど、次回なんですが、ちょっとうんちちゃんの実験をしました。人体実験を私したんです。それでめちゃくちゃすごいというか、めちゃくちゃ画期的、なんか知ってる人は知ってるんだけど知らない人の方が多いんじゃないかな。でもなんでこれってこんなに広まってないんだろうっていう、すごく画期的な人体実験をしたんですけど、それのご報告をさせていただこうかなと思います。なので是非お楽しみにということで、今日は適便の方法と、あとどうしたら便秘にならないように快便になるかっていうお話をさせていただきました。ということで、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、是非いいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。